あの当時あったラブストーリーとかにこう罰をつけたかったんですよ。で罰というのがどうしても自分の中にあったので、全てのものに罰をつけてから出発したいなと。だから、うん、今も見返しても自分に罰がつく感じがします。もう一度なんか考え直して原点に帰って映画を撮りたいなと思ってますけど、理解しないで感じてほしいなっていうのが一番ですね。この前の映画の風たちの午後が横浜映画祭で賞をいただいたときに、同じ横浜映画祭で多分主演男優賞だったのかな、張萬鋒さんと初めて出会う。でも僕はガキ帝国も大好きだったので、もうその時はもうサインもらったりして、次僕は撮る時に出演してくださいねっていうお願いをしたりして、まあそれからすぐ大阪の映画祭でもまたご一緒して、それでなんか朝まで、お酒を飲んだりできたのが最初の出会いで、アイスに関してはもう本当にオーディションを重ねて、もうすごい人数に会いましたけど、まあ、なかなか張萬鋒の妹という感じの人も見つからなかったところに、張萬鋒さんが、その今村昌平監督の「ゼゲン」という映画で、一緒に撮影で一緒になったユラというのが、すごくいいのでちょっと会ってみないかっていうことで、それで会って。ユラーさんの魅力はすごかったんですけど、髪がすごい長かったんですけどね。それで電話ボックスのところに連れて行って、でそこに座ってもらったんですけど、ガードレールか何かに。電話ボックスがすごい似合ったんですね。もうこの子しかないなと思って、でユラーさんが決まったっていう。僕もほとんどの企画が張さん主演で考えていたんで、本当にショックでした。しばらくは何も撮れなかったんです。3月のライオンは本当に5人スタッフ5人とか6人で撮影していたので、まあ美術もいないし、スタイリストとかもいないし、なんかみんなでこう作っているっていう感じでしたね。本当にサスペンサーを逆につけるっていうのは、なんか罰を胸にこう進みたかったんですね。それで春尾の方が背中にバツをつけているんですけど、サスペンダー、まずちょっとそんなこともあり、そういう風にこう衣装のことを考えてたりしました。3月のライオンの監督をしました、矢崎仁志と申します。私の、3月のライオンデジタルリマスター版としてアップリンクの、渋谷吉祥寺京都参観で、公開中です。思いっきり感じに来てほしいです。ぜひ劇場に見に来てください。よろしくお願いします。